だるまありがとうございます。タコありがとう。No。 子供の日ですなんかこうなってました。ハートピカピカありがとう。このさ、これ手作りなんですよ。今日が作ったんじゃないけど、ママが作りました。かわいい。結婚してなんかちょっと悩み事があるので無理ですちょっと一個ちょっと悩んでることがあるから無理。兜か。これなんか不器用なのにどうやって作ったんだろうと思って。お、セタンティー買えた、ありがとうございます。みんなあのオフィシャルショップの方はあと40分ぐらいしかないので急いでください。あと40分ぐらいしかないのでね、他のやったら明日まで、まだいけるんですけど、明日じゃないの、今日ちょっと前髪を開けてみたんですけど、ちょっとあんまやかも。踊り方違うかった？嘘。50回目？マジ？レインボースターハートピカピカありがとう。あとありがとう。今日までじゃないの？もしかして早とちりですか？また去年が76すごい、もう越しそうやん。結婚してもちょっと一個、ね、悩んでることがあるんで無理です。めっちゃしょうもない悩みですけど、ピカお疲れ、だるまありがとう。明日まで？待って、一日ミスった。みんなのこと忙してしまったのかもしれない。日付感覚がなくてすいません本当に。待って、今日じゃなかった？明日ですか？明日の11時。じゃあ今日か。朝のメールでバリ嘘ついたわ、めっちゃ嘘。パチギリギリ攻めたよ。その気持ちわからんでもないけど、早めがおすすめですよ。おぬぬめ、あ、マジミスった。今日までって言ってるわ。
明日までっぽいですね。結婚してちょっとごめんなさい、あのこの生誕グッズの締め切りをミスって今日までって言ってみんなのことをせかしてしまったので、まあ結構ガチで無理ですね。19日、え今日19じゃなかったん、あ今日18日でしたわ、明日までやったわ、まだ猶予1日あります。わツイッターも上げないと、ちょっと頑張りますね。まあでもね、こういうのは早め早めがいいと思うので、これを機にぜひゲットしてください。早いに越したことないそうですよ。そうやわ、多分みんなのことをせかしてしまった。明日まででした、完全に日にちをミスってました。で昨日の夜に見て、明日の11時までやってなって、で多分その時12時回ってたから明日やって思ったんや。イエス、そういうことです。ででも夜やからまだやと思って、で次起きたから、あ今日までやって思ったんですよ。伝わるかな。まあとりあえず日付を回った、だから18日のになった瞬間ぐらいに多分気づいて、多分それで明日やって思ってやっちまったね。言い訳じゃないです、勘違いです。なんかこれ黒糖にしちゃうとさ、ウーロンもブラックも味の違いがなくなるっていうことにね、まあ前々から気づいてたんですけど、まあ改めて今日思いましたね。みんな待ってます、そういうことです。明日の11時59分までなので皆さんぜひゲットしてください。でもセブンネットショッピングとミューモショップは21日日曜日の23時59分までなので、まだ猶予あります。まあでも28時間配信で聞い取られてると思うんで、多分早めに買っといた方がいいと思います。今日前髪分けたけどどうだろう、やっぱ自分パッツンの方がいいのかな、大人っぽい感じ、かわいい。なんかでもあんまり決まらんくてちょっと困ってた。なんか最近ガチパッツンにしてないから、ちょい巻いてるのが多いからガチパッツンにしたいなってまた思ってます。悩む、悩んでることがあるんですよ。一個めっちゃ悩んでることがあるんですよ。可愛い、ありがとう。シャイシャイの髪色めっちゃ可愛い、髪型めっちゃ可愛かったです。今日めっちゃ似合ってた。スイートミルクコーヒー今日も飲みました。あれグランデ頼んだけど1時間半ぐらいしか時間ないのにグランデにしちゃって、いや飲むのめっちゃ遅いからちょっとミスった感がありました。ピカピカハートポポポン、ありがとう。バリくだらん悩み事してます今。ハートありがとう。てか今日めっちゃ温泉行きたくて、温泉行こっかなと思ったけど帰ってきました。温泉行きたいけどやっぱ一人で行くのはつまらんから友達欲しい。悩み事があるんですよ。どっちがいいと思う。じゃあハートありがとう。
ビガビガありがとう。温泉行きたいんよな。めっちゃ昨日から温泉行きたくて、ずっと私も悩みとる。何何何何何なの。グッバイ。明日引くほど寝よっかな。制服の目はちょっと愛してくる。おっやったん。待ってるね、待ってますね。制服の目公園で聞いてあげる。よくあんま人の相談乗ることないからさ、相談乗りたい。人の相談乗ったことありますか皆さん。評価はあんまりないですね。だけど自分は相談したい派です。めっちゃなんか全部あの一人で解決できなくて、なんか何にも一人で判断できひんの。あとありがとう。いいなあ。あんま人に相談されることないけど、あんまなんか相談もっとしてほしいのにさ、相談されることあんまないねんな。相談したことでも今日あんま人に相談することもないかも。なんか自分の悩みってさ、ガチ悩みすぎてさ、なんかちょっとあんま言えにくいこと多くない？なんか家事の分担で、あるあるですね。そんなん決めたらいいね。正探偵ついつい購入してしまった。お揃いしようね。きょうちゃんが好きすぎるんですがどうしたらいいですか。めっちゃその気持ちわかる。じゃあね、もういっぱい遠く帰ってたらいっぱいあるこれはガチですよ。いっぱい握手会と遠く帰ってくれたらもういっぱい独り占めできるから、その悩みは結構解決できる悩みですね。よかった。解決できる悩みならいいんやけど、相談していいよ。全然相談乗ります。答えれる範囲で。今度握手会で相談乗って、じゃあ相談に答えられるぐらいの長い秒数で握手会待ってます。いっぱい来てください。ガチ悩み？ベストアンサーくれそう。でも結構なんかそれ雑かも、雑かもしれへんけど、めっちゃ多分雑やけど、全然こんなんでよければ答えます。結構自分のことしか考えてないから雑なんですけど、できる限りみんなの気持ちに沿って親身になって、親身になって親身になってって感じ。公園で背もたれに深々と座ると足が地面につかなくてずっと2時間ブラブラしてる。それつらいな。それあれ、ベストアンサーあります。バカ厚底履けばいけます。8センチぐらいの、こんな履いていける多分。あれやん、多分なんか原宿ファッションみたいな、ちょっと一昔前かもだけど、こんなんたまに履いてる人いるやん。自信なくて不安なだけだから安心させてほしい。わかる。そういうことなんですよ、悩み事っていうのはね。なんか大丈夫だよって、そのほんまは自分の中で結論は出てるけど、でも自分で決める自信がないから他の人に相談してそっちでいいと思うよっていう、その後押しが欲しいだけなんですよ、相談っていうものは。だから聞いてめっちゃ考えてる風にその子のしたそうな方を、まあ、ちょっと後押ししてあげてみたら晴れたって多分言うと思いますよ。答えがギャルそうなんよ、厚底履けばいけるっすよ。じゃあみんなにも強化の背中を押してもらおうかな。違ういいと思う。ほんまにくだらんことで悩んでます。いつか教えてあげるね。まだ教えてあげへんけど、でもマジでめっちゃ可愛い悩みしてます。今めっちゃ可愛いお悩み相談してる。肩が凝る、それ辛いな。
悩み相談したらしっかりしいやって言われそう。でも今日結構根性論で言ってるから、あのめっちゃ根性論なんですよ今日が。だからあんま相談するせん方がいいなって思う今日がに。なんかでもほんまにそれさ、気合足りてなくないとかも言っちゃうと思うから、ガチのなんか後押ししてほしいだけの人はマジ今日がに相談しん方がいいと思います。多分傷つけられると思うか、かつ入れられて頑張れるか、まあその人次第ですね。ハートありがとう。最適な方を選べる自信ある？ちょっとほんまにどっちがいいと思う？どっちがいいと思います？こう見えて DD に見られることになります。そんなどっからどう見てもきょうちゃんタウンしやのにかわいそう。アジサイがいいと思う。うわ、めっちゃイサイ売ってるかな。めっちゃ可愛くない？鯉のぼり。もっとでかいの欲しかった。欲を言えば。ピカピカありがとう。ないからさ、相談乗りたい。なんかどんだけくだらんことでもいいから相談して、なんか今相談して、今欲しいです。ちなみに今じゃないと答えないです。今悩んでることない？まあ今日も悩んでることあるんですけど一個。ね、ママこんなん作れんの？こんなちっちゃいのびっくりなんやけど、どうやって作ったん？うわ、生きてるわ。これ言うの関西人だ。まあほんまにめっちゃ悩んでることがあるんですけど、ちょっと遅くなってもあれやから早めに決めたいんですけど、でも結構ちょっと悩んじゃってる。ガチで悩んでる。これいつか教えてあげる。いつか教えてあげるな。何に悩んでたか絶対に教えてあげる。めっちゃ可愛い悩みです。多分みんながまあどうせこのことだろうなって思ってることです。ガチで。最近推しに結婚断られてしまいます。どうすればいいでしょうか。それはね、まあ、努力が足りてないですね。ピカピカありがとう。免許今取ろうか。いや今絶対無理やからまだいかんけど、ほんまになんか今日の帰り道になんか帰り道は遠回りしたくなるって言いますから、めっちゃ遠回りしたくなっちゃって、なんか音楽聴きながらどこまででも行きたくなっちゃって、だけどまあさすがに帰りがだるくなると思ってやめたけど、だからなんか車があったらドライブできるのになと思って、だからめっちゃ車欲しくなっちゃって、だから免許欲しいなと思いました。確かに教える頃忘れてるかもやから、まあこの4月18日に言ってた悩み事って何っていつか聞いてください。絶対教えます。ハートバラみたいな、ありがとう。考え事しちゃう。でも今日音楽聴いてたら音楽にのめり込んじゃうからあんま何も考えれなくなる。てか今日ヒップホップめっちゃ爆音でさ、イヤホンで聞いてみたら最高すぎてさ、久々にいいイヤホンが欲しいなと思いました。20センチ。それね、めっちゃいいこと教えてあげよっか。あの中敷きを何枚も重ねて入れたらいいね。そしたらね割と耐えれます。22センチぐらいやったらあるんじゃない、大人サイズでも。ハートありがとう。でもバリくだらんことで悩んでます今。でももう無理かも、もうこの時間やし。大音量です。うっすーんっていう曲を聴いてました。今日でもね結構いい曲聞いてました。MFS さんがアルバムを出しましたね。まだこのドリンク JJJ さんが入ってるやつしか聞いてないけど、マジで MFS さん大好きなんですよ。本当に大好きです。ぜひ聞いてみてください。ニューワール
大好きこれ。やっぱヒップホップよな、わかる。やってみる、ありがとう。ぜひ。気になることあると寝れん。わかる。でも今日がめっちゃモヤモヤしてるから、一つね、あるからさ、モヤモヤしてるから寝れんかも。くそ、後悔しか残らん。めっちゃ可愛いやん今日が。おー、ほんまに。うえー、悩みこれかもって一つ見つけたかも。いつか答え分かるの楽しみにしてる。え、分かるかな。でもなんかどうせ京香のそんな可愛い悩みとか自分で言うようなもんは、まあ、これやろなみたいなことあるでしょ。卒業発表でメンブレ中です。いやそうよな、なんか一生引きずっちゃうよな、推しメンの卒業って。蘇る何かがあった時マジで思い出しちゃうんですよ。会いたいな。卒業発表しちゃってどうしようっていう気持ちも分かる。全部分かる、マジ全部分かる。結構みんなの気持ちに親身になって答えることができます。ありがとう。きょうちゃんと同じ手も小さいんやけど困りごとってある。あの昨日ケープが大量に届いたやつを箱から出して運ぶときに、手がちっちゃすぎて、ほんまやったら全部一気にいけただろうけど何本かしか無理だったのが本当に悔しかったです。あとバイトするときとか大変だと思います。だから、まあ、今日が向いてないんですよ、バイトが。手がちっちゃいから。アイドルになれてよかったです。ピカピカ、ありがとう。かわいい。手ちっちゃいのに焼肉屋さんでお皿運び、いやほんまに偉いというか、まあ結構向いてなかったんだろうなって今思えば思うんですけどね。今考えたら焼肉屋さんマジ向いてなかったなって思います。だって手ちっちゃいもん。こんなちっちゃい手でお皿運べるかーいって感じですよね。ハートありがとう。そう、焼肉屋でバイトしてた。そんなん有名な話やで。石焼きビビンバの子やで。石焼きビビンバネキやから石焼きビビンバネキとタピオカネキやからマジでちっちゃくて困ってるんよ。ねえ、え、そう、石焼きビビンバネギ。最近さ、推しメンにさ、めっちゃ会えてるんですよ。ほんまにもう毎日会いたくて苦しいあ、マウントですか。そういうことです。なんか毎日会えてるんですよね、結構ガチで嬉しい。かわいい、いいやろ。マジみんなさ、たまにしか会えへんわけや。めっちゃ頑張っても週一会えるかなぐらいやんか。え、どうやって生きていくん。普通に無理ないけど週一とか無理かもでも今日かも全然さ、週一とか2週間会われへんとか全然あるけどさ、もうほんま無理じゃない。え、どうやって耐えてますかみんな。推しメンに会えない日々は毎日ゾンビ。わかる。ストレートやばいし、これがめっちゃ可愛かった。なんかほんまにお姉さんついていきたいと思いました。可愛かった。でからスマホ落としてこんな顔してる。まあ確かにショールーム大変やな。確かにショールームとあとメールは結構供給ありがたい。でも SNS もめっちゃ嬉しい。写真見続ける、わかる。
いや耐えれんよな、ハンコックみたいに。マジね、お姉さんって感じで、ちょっとやばかったでした。ゆきさんと隣同士だった。そうですよ、今日かね、結構隣なことが多くて、もう幸せなんよ。かわいい、おでこだし、ゆきさん超かわいかった。つらい。ハートありがとう、ピカピカありがとう。耐えれんから早う、ほんまにほんまによ。ディフ今日ちゃん、でも今日も多分ディフってます。ちなみに言うとマジもってなってたと思う。最近ねよく手つないでくれるんですよ。まあ多分今日ちゃんが手つないでるんやと思うけど、でもずっとな話さずに手つないでくれるところが大好き。今日も話したくないからずっと握ってるんですけどね。みんないいでしょう、手つないで歩いたことあります？マジマジね、マウント取りたい、やっぱり。こんなことしてたら同担拒否になっちゃう、みんなが。わい、かわいすぎか、それかわいいな。病院行きました。手つなげるやろ。でも今日手つなぎながら歩けるわけですから。みんなは今日かと手つなぎたい？つなげますよ。みんなでも今日かと好きなだけ手つなげますよ。歩くことはできへんけど、まあまあこの距離でこうやってね歩いてる風にはできるかもしれんけど。顔の角度めっちゃ好き、わっかるー。これはこれですよ。大好き、マジ大好きなんですよ。会いたいけど、あれですね、28時間があるから、もうミッドナイトが楽しみすぎて、もうどうなるかも分からん。正直どうなるか分かんないです。楽しみすぎ、ミッドナイトバリ楽しみじゃない？多分ね、どのファンの人よりも楽しみにしてます。今日かもう写真死ぬほど撮ってくるから、容量を空けていきますね。結構最近 iPhone のストレージがやばいくんですって結構言われるから、気をつける。ミッドナイト、もうマジ楽しみ、もうマジ楽しみ。好きな人たくさんです。手つないでみたい。手つなぎたいよな、わかる？こうじゃなくてこう、手つなぎたいね。会いたいな。会いたい子です。いや嬉しい。やっぱなんか結構みんなになんか今日が結構一人で抱え込むの無理で、だからみんなに喋りたいんよ。全部自分の気持ち全部話したいから、もうこのショールームしてると推しメンの話いっぱいできるからめっちゃ楽しいです。みんなも。でも今さ、ゆきさんさ配信しててさ、シャーシャーもさ配信してる。あ、終わった。でも同時にやってたらさ、ちょっと同じファン同士でちょっと話せへんからさ、ちょっと辛いよな、同時にやってると。配信見てきた？弱い弱い。今日もいっぱいお話ししてきた。ピカピカありがとう。
2 years later。 え、めっちゃ好き、あのジャンジャンのやつやろ、あのダンダンのやつやろ、ダンダンのやつディリリ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 、ダンダンのやつ、わかる？絶対知ってる。ねね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 。ポケスリはやめました。なんかちょっとあんま分かんなかった、ちょっとなんか意図というか意図があんまり分かんなかったからやめました。結婚してちょっとね悩み事があるので無理です。うーん、結局悩んで無理でした。うーん、おしめんとお金払わずに喋ってるのだんだん許せなくなってきた。いいでしょう、無賃無賃でーす。きょうちゃんに見惚れてたらすごい地味なところで変なこけ方した。え、嘘、いつ、かわいいおしめ見てるだけでいいもん、かわいい。危ない人がいます、ほんまに。くまさんありがとう、ハートありがとう。いいでしょう、もうほんまに幸せです。今日はもうね、おしめにでも会えないと生きていけへん。ちなみにマジで生きていけへん、なんかもうやっていかれへん普通に。どうしよう、ハートありがとう。でも最近めっちゃ会えてるからもうほんま耐えれてます。生誕くじのライバル、今年も頑張る。でもねちょっとさ、去年はあの壁紙しか当たらなかったからなんですけど、でゆきさんのもやりたい。いつですか、あれ5月になってからか、いつから始まんねやろとか言ってるうちに自分も生誕くじやらないといけないですよ。え、どうしよう、みんな何が欲しいですか、手作りとかいりますか手作り、お弁当とかいりますか。ハートありがとう。暗くていい、お、ハートありがとう。後ろのちいかわもらったやつなんで無理です。お手紙、そう、お手紙絶対、お手紙とあとチェキ、キャベツの千切りはちょっとめんどくさいから無理やな。もうちょっと大まかなものがいいな、大雑把にできるもの、ぶち抜いて見せる。チェキ需要あるならいっぱい多めにしようかな。でもなんかステッカーとかも作りたいけど、もう結構自分さあ、でもねデザインする能力は皆無なんですけど、ペンシルをゲットしたからあの頑張ります。食べ物無理だな、腐ってもいけないやつでも無理アクキーでもさ、なんか噂によると結構厳しいらしいな。なんか前回はあれいけたじゃないですか、衣装のやつが、なんかあかんくなったみたいな言ってる人いたから、あれ、はい、なりました。帝国民グッズなので皆さんぜひ24時間身にまとって生活をしていただけたら嬉しいです。2週続けてキュッピに会えてるから嬉しい。やっぱおしめには会えれば会えるほどいいみたいなところはある。だってさ、もう毎日会っても好きなもんは好きやもん、毎日会いたい。ハートありがとう。ボイス ASMR 的な、あ、そう、今回は壁紙頑張りました。ちょっと前ね
何の文字もひねることができなくてちょっと申し訳なかったんで、今年は壁紙もちゃんと需要あるように可愛くします。面白そうって思ったのはおみくじ付きのやつかカレンダーか、あそうカレンダーや、何月みたいな。でもこれなんかわかん、ん？どの月よ、どの月、ん？どの年にしたらいいの、ちょっとあんまわかんないんですけど、どういう感じやる、ちょっとあんまわかんないけどまたありがとう。え、それな、壁紙ダブんのやば、むず。壁紙って何種類ぐらいあるのだろう。名言付きカレンダーやば。私京香の名言ノリとき合いと根性とかしかないんだけど、時間見つけて京ちゃんの好きなとこ書き出してる、嬉しい。いつか教えてください。好きなところ一生書けんねんけど、マジ一生書けんねんけど。京香の好きな人はみんな誰にでも優しい。ハートありがとう。今一瞬こじらせてておもろかった。誰にでも優しい。パズルとかする、みんなパズル、てかなんかやりたいな、趣味見つけたい。誰も文句は言わせない、うわ最近言ってないわそれ、誰にも文句は言わせないってよく言ってましたよね、一昔前。最近あんま言ってなかったけど、誰もありがとう、えらい、ありがとう。てかもう28時間あさってやんな、やばいねんけど、ちょっと頑張ります。明日はお休みなのでちょっと引くほど寝て、やることやっていきたいと思います。かまち会えるから嬉しい。パズルしてるきょうちゃん眺めて、多分途中でイライラしてるからやめといた方がいいと思います。アクスターアクキーね、アクキーめっちゃ良くない？え、アクキー欲しいねんけど、なんかキーホルダー欲しいから、ほんまに申し訳ないんですけど、京香にもセーターアクキー引かせてください、推しメンの。同担の方には申し訳ないんですけど、京香も引きます。でもそれでちょっと炎症とか当てちゃうとちょっと気まずい。でもお手紙欲しいな、お手紙かな、ちょっと知らんけど、だいたい A 賞お手紙のこと多いやん。でもそれでほんまに A 賞とかなんか当てちゃうとちょっとあれですよね、身元隠そう。かわいい。最近の推しキャラクターもルシファーでしょ。ルシファーが大好きなんやけど、あれなんよ、全然出てくれへんくて無理。ルシファーに会いに行きたいな、ちょっとディズニー行きたい。いいしょ、当てるまで帰れまてん。なんぼ払ったらいいんやろ。基本かわいいきょうちゃんグッズ眺めていたいから、狙いたい、ぜひゲットしてね。ピンプリ、え、そうピンプリ、ちょ今回どうしようかめっちゃ悩んでて、ピンプリってさ正直需要ありますか？なんかまあ今日かもあんまプリクラ最近撮ってないからあれなんですけど、加工強いじゃないですかプリクラって、めっちゃだから、まあ、みんなからすると素材そのもののきょうちゃんがいいよって思っちゃうかなってちょっと思って、だからプリクラより、まあ、チェキとかそっちの方が嬉しかったりするのかなって思ったんですけど、手見て癒される、わかんないその気持ち、めっちゃその気持ち理解できるから大丈夫。取れたての表情フレッシュ。ピンプリって需要あるのかなってちょっと思ってたよ。お手紙と何だろう、何があるっけ、それはそれでレアでいいんじゃない、いいかな。一人でプリと取りに行くの結構厳しいよな。でも落書きしたいな。
ネイルしたいな今日かも。何にしよっかな。プリクラをちょっと悩んでました。あんま需要なさそうやなと思ってたねんけど、ありですか。いらんくはないけどみたいな感じじゃない？いらんくはないけどめっちゃ欲しくもないみたいな。いや欲しい欲しい欲しいって言って欲しいな。それはゆきち3人で A と B やってたことある。えすごっ。ゆきち3人ってでもだいぶじゃない？今日あんまさ自分以外にお金かけたくない人やねんけど、どれぐらいいけるかな。めっちゃ貢いじゃうかも。ちょっと欲しいストラップとか。ピカピカハートありがとう。絶対守りたいと思った。めっちゃいいやん。欲しい。あほんまに。プリクラって需要あんの？めっちゃ悩んでた。どうなんやろうって。まあやるかわかんないですけど、やるとしたらいっぱいデコデコしますね。なんかもう全然プリクラ撮ることなくなっちゃって、で久々にその生誕くじでプリクラ撮りに行った時に、なんかめっちゃ可愛らしい機械ができてて、なんか韓国のアイドルのやつみたいな、なんか知らんけどなんかそんな感じのやつでめっちゃ可愛かった。すごかった。なんかティアラとかつけられんねん。D と E もコンプしてからの A と B。 すごっ。全部やん。いいなぁ、許可も欲しいなぁ。ラブレターありがとう。クマさんありがとう。プリクラ欲しい。あほんまに？ならありかな。まあまだ決めてないからあれなんですけど。まあもうあとちょっとバイバイ。今日めっちゃ潔いよ。なんの？あと4分しかない。かわちいんだが。あとピカピカありがとう。それな切ないよな。わかる。なんかじゃあ切りますって言われたらもう悲しくなっちゃう。わかるみんなと同じ気持ちだよ。終わりますって言葉が切ない。マジわかる。なんかめっちゃわかるで。やだーってなる。わかるその気持ち。まあでもキョウちゃんは明日も現れますから。ピカピカありがとう。かわいい。また明日も会おうね。明日も元気に頑張ります。まあ引くほど寝たいと思います。もう引くほど寝よう今日は。みんな明日も幸せな推し活ハッピーライフが遅れますように、まあ、キューちゃんその見込みが立ってないんでちょっと厳しいんですけど。ひな祭りでした。ひな祭りちゃうわ。何やっけこれ。子供の日バリおもろくないこれ。なんかネタかガチかわからんやろ。どっちやと思うこれ。ちなみにふざけてんのかガチか。かわいい。ではランキング読みます。13位きょうちゃん、12位いちご、11位黄色い鳥、10位きょうちゃん、9位きょうちゃん、8位ラスカル、7位木、6位ひよこじゃないうさぎ、5位ペンギン、4位きょうちゃん、3位きょうちゃん、2位きょうちゃん、1位猫かぶりでした。
ありがとうございました。あれ、あと2分あった。キャー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 、ひよこめっちゃ可愛いよな、カブトかぶってんの。こういうの買ったんかと思った。手作りでした、まさかの。なんか知らないけどミニサイズもありました。はい、スクショタイム。明日もいい日になりますように。バイバイ、おやすみなさい。すや